報告してくるから待っててね。ああ、うまく逃げるつもりだったのに、私のことを信じる目をしてるね。もう仕方ないな。おとなしく気持ちに応えてあげるよ。あなたはアイドルと結婚するんだから、忙しくなるよ。覚悟してよね。